デビルスタワーはアメリカ合衆国ワイオミング州北東部に存在する岩山。1906年に米国発のナショナルモニュメントに指定された。地下のマグマが冷えて固まり、長年の侵食によって地表に現れた岩形と呼ばれる地形である。標高は1558メートルだが、麓からの飛行は386メートル程度である。頂上は91メートル55メートルの広さが、 ある。1977年のスティーブン・スピルバーグ監督の映画、ミッチとの遭遇で、宇宙船の降りる場所として描かれ、広く知られるようになった。年間40万人の観光客が訪れ4000人が登頂を試みるという、アラッパホ族など先住民族が主に熊信仰の対象として様々な呼び名をつけていた。アメリカ先住民族の交渉によると、 デビルスタワーの縦筋はグリズリーベアによって付けられたものという。この地を探検した米国軍人の通訳が始め、悪心のタワーと語訳したことで、後にデビルスタワーと呼ばれるようになった。近年、名称変更の動きがあったが、政府は観光客減少による地域経済への影響から変更に反対した。約2億年前の中世代三条期に、 ロッキー山脈が隆起した際にマグマが活動し、この地域の堆積岩を突き破り貫入した。溶岩である岩形は冷えた後周囲の堆積岩より硬かったため、長年にわたり堆積岩が侵食、削剥された後もそのまま残った。岩質は響き岩質半岩で冷却する際に中上節理という垂直方向の割れ目が発達した。ありがとうございます。